はい、582回始めます。582回、今日は12月17日ですね。まあ遅く来たんでね、スタートが遅かったんであれですけど、もう夜2時ですよ、真夜中。なんか真夜中なんだけど全然焦りがないというね、当たり前になってしまいました。深夜に喋るこのチャンネル、582回、今回フライデーデジタル、ちょっと581回でね、ちょっとアダルト系の話したんでね、そのつながりっていうかね、たまたまなんですけど、フライデー、今日本中で梅毒感染者が激増っていうことで、そのこと書いてありました。まあ梅毒に関してはこのチャンネルでも1回か2回やったかな、ほんと増えてるみたいですね。まあ患者数な1万人近くかな、確か今年、わかんないです、ちょっともう一回忘れましたけど、まあ何万人とかそういうレベルじゃないと思いますけど、まあ何千人、または1万人近くみたいな感じで出てたと思います。で、ね、梅毒なんて言ったら一昔前の、それこそ昭和中期ぐらい、 戦後間もなくみたいなね、流行った。今薬もできてますからね、梅毒に関してはしっかり薬飲めば完治するような病気になってますんで、昔はそうじゃなかったですけど、大変な命に関わるような病気だったみたいですけど、今はまあちゃんとね、なんていうのかな、医者に行って治療を受ければ、薬飲めば治るような病気なんですけど、それでもやっぱり今増えてますっていうことでね、日本から亡くなったと思われたような梅毒が急増してるっていうことで、その件載ってます。それもこれフライデーですから、なんで梅毒が増えてるかっていうのを、どうもソープランドを3点経営する男性に聞いてるっていうね、この男性に聞くなっていう、なんで今日本で梅毒感染者が増えてるのか、この人が言うにはですよ、全くね、ただ私もね考えてたんですよ、不思議なんですよね、なんでこの梅毒がね日本で流行るのかっていうのは、甚だ疑問。これテレビなんか NHK とかでもたまにやってね、専門家の人が喋ってたりするんですけど、納得のいくようなね答えっていうかね、こうだから増えてるっていうのは出てこないんですね。まあコロナ禍で増えてるんですよ、間違いなく。で最初はまあ梅毒患者多いのは中国人、中国は多いみたいですね、相当もう本当に。そっからビジットジャパンじゃないし、何でしたっけ、まあ海外旅行者を増やそうみたいなね、ことで、まあ、バンバン入ってきてましたよね、2015年あたりぐらいから2020年コロナ禍前にかけて年間何万人目標みたいな感じで訪日キャンペーン世界中でやって、もう外国人だらけ、銀座も京都も外国人だらけみたいなね、いう状態の時に中国人がたくさん来て、そこで風俗とか中国人が行って、そこから広まっていったんじゃないかっていうきっかけはあったと思います。ただその後日本人がこれだけ感染広まったっていうのはコロナ禍ですから、明らかにコロナ禍で急速に日本人の間で広まっていると。これはなぜか、中国人いなくなったのに、これやっぱりね、このソープランド経営者3点を経営するこの人によると、どうもコロナ禍でまあいろんな業種、サービス業、飲食業とかホテル業界とか観光業とかね、観光鳥になってね、もう大変な目に遭ってると。中で風俗街も、風俗業の例えばソープランドとかね、あとそういった風俗街にある性的な商売、ような人たちが、まあ、コロナ禍で営業できなくなったりした時に、いわゆる出会い系サイトとか、その普通はプロとして働いてた人たちが野に放たれて、パパ活とか出会い系サイトとか、そういったところに女性陣が流れて、そっからパパ活とかそういうのを通して、出会い系通して SNS 通して広まっていったんじゃないかと、どうも男性より女性より男性の方が2倍ぐらい
感染者多いらしいんです、梅毒っていうのは。それは一人の女性が複数人の男性にうつしてるっていうことで、やっぱりそういった商売、少ない女性の人から多くの男性に広がってる、一人の女性がたくさんの男性にうつしてるっていう構図があるのは間違いないと思いますね。その理由が、で、この風俗、ソープランド経営者が言うには、どうもソープランドで、なんかね、競争が激化しちゃって、要はお客さん来なくなったから、ノースキン、コンドームなしで、サービスをするというような、ことが当たり前のようになってるみたいです、今。この人によればですよ。そこで、要はそのパパ活とかその出会い系とかと競争っていう意味でも、もうで日本中にあるソープランドの競争っていう、その中での競争もあって、もうサービス、お客さんからの要望が多いと。で、割と男はあんまり無頓着みたいなね、その感染症とかに、お店なんかより、お客さんからコンドームなしのサービスを求められることが多くて、それに応え、生き残りをかけて応えるためにも、コンドームなしのサービスが当たり前のようになってるみたいですね、今、この経営者によると。それで、その少数の女性からたくさんの男性に広まって、日本で、その男性もまた女性に移すみたいなね、家庭とかで、感じで梅毒が広まってるんじゃないかっていうことが書いてあります。まあ、なんか一理あるなと思ってね、私、今回、582回で取り上げてみました。本当はね、梅毒の症状とかもちょっと調べようと思ったんですけど、調べるの忘れちゃいました。どういった症状が出るのと、どういった初期症状でどういったことがっていうのね、私もね、身に降りかかんないとも限らないで、調べようと思ってたんですけど、もう夜も更けて参ったんで、早く帰りたくなってきたんでね、明日仕事だし、早く喋って帰ろうかと思って、調べるの忘れちゃいましたってことで、まあ、この人曰く、この経営者、何て言うのか分かんないですけど、性感染症の震源地は昔から売春なんだよと、そこで食い止めなければ感染拡大止められないと。で、この人のプランは、その、このノースキンが減らないことには、この梅毒も何も減らないと。減らすためには外国人観光客が逆に増えてほしいと。増えると、日本のその、ソープランドの女性とかは外人相手にはノースキンをやらないから、そうなると、梅毒も広がりっていうのも止まっていくんじゃないかというふうに言ってます。これはどうなのかなと思いますけどね。外人が増えてくれと、外人昔みたいにどんどん入ってきてくれ、そうすれば性感染症は収まると、少なくなっていくんじゃないかと、減少していくんじゃないかとこの人は言ってますけど、私はこれちょっと首ひねりますね、この意見には。まあ、ただ増えてきた原因ね、諸説あるんですけど、やっぱりこの風俗からだと思います。もしくは出会い系サイトからだと思いますよ。あと、この人言う通り、風俗業、ソープランドのノースキンサービスが流行ってるっていうのも震源地としてはあると思います。まあ、人数で言ったら、東京大阪とか繁華街、大都市繁華街抱えるところが梅毒感染者多いみたいですけど、言ってもまだ1万人とかそのレベルだと思うんでね、多い多いって言ってもね、まだそんなに、コロナみたいにね言っちゃなんだけど、コロナとかインフルエンザとかそんなに何十万人何百万人っていうレベルじゃないんでね、まあ、収束するんだったらそろそろ収束するんじゃないかなっていう気はするんですけど、このね、本当に若い世代、男性が30代、女性は20代が梅毒患者を、感染者多いみたいですけど、やっぱり若い世代で広まってるっていうことを考えると、やっぱり震源地は風俗、ソープランドとかそういうところだと思いますよ、おそらく。そっから一般の SNS 通して広がってるんじゃないかっていうのが私の見立てです。お前、見立ててどうするんだっていうね、こんなこと。それを言っちゃおしまいなんだけど。まあ、でも不思議に思ってたんですよ、私は。この梅毒増えてるっていうニュースは前から、今年2022年相当増えたみたいです。2021年から2022年にかけて、相当増えてるんでね、これ完全にコロナ禍になってからの話ですんで、不思議だなと思ってました、私は。その一つの答えがこの人は言ってるんで、ちょっと共感できるところと共感できない、同調できないところあるんですけど、
取り上げてみましたってことで、582回、581、582とね、ちょっと言いにくいことではあったんですけども、自主規制かけながら喋りました。はい、ということで50枚のおっさんが喋りました。終わりにしたいと思います。本当夜も更けてまいりました。皆さんね、本当寒くなってきたんで、風邪ひかないようにね、インフルエンザとあとコロナ気をつけて、静かなお正月迎えられるようにしてくださいね。ありがとうございます。チャンネル登録お済みじゃない方やっててください。ありがとうございます。